おはようございます。1月11日火曜日の東京インフォメーションです。東京都は子どもの意見やアイデアを反映させていく東京都子どもホームページのアンケートを実施しています。おはようございます。政策企画局の中山です。都では昨年3月に制定された東京都子ども基本条例を受け、子どもを権利の主体として尊重する観点から子どもとの対話などを通じて子ども目線に立った政策を強化していきます。その象徴的な取り組みとして東京都子どもホームページを作成いたします。このホームページは作成のプロセスから子どもが参加し、自由な発想やアイデアを取り入れていくことが特徴です。これまでも都内の小学校を訪問し、ホームページに関する意見を延べ500人程度の子どもたちから聞いています。また子どもホームページ作成メンバーとして募集した10名の小学生が現在ワークショップを通じて魅力あるコンテンツ作りに取り組んでいます。今回より多くの子どもたちの意見を取り入れるため、ホームページに載せたい東京の魅力や見てみたい場所など、みんなの知りたいこと、気になることについてアンケートを実施しています。東京都内に在住または通学している小学生が対象で、インターネットから回答することができます。アンケートでは都内の施設をバーチャル体験できる社会科見学コンテンツや、ゲームをしながら伝統や文化、自然など東京の魅力を学ぶことができるすごろくゲーム、暮らしを支える東京都のさまざまな取り組みをイラストで学ぶことができる都政紹介など、ホームページのコンテンツについてさまざまな意見を募集しています。みんなの考える東京の魅力や知りたいことがこのホームページで取り上げられるかもしれません。またホームページに登場するキャラクターもみんなで決めていきたいと思います。東京のことを楽しく知ることができ、子どもたちのさまざまな活動を発信できるホームページを一緒に作っていきましょう。皆さんのご参加をお待ちしております。1月は23区内の焼却資産を対象とした固定資産税の申告月です。固定資産税は土地や家屋のほか、事業用の固定資産にあたる焼却資産についても課税の対象になります。今年1月1日現在、23区内に焼却資産を所有している人は申告が必要です。今月31日月曜日までに資産がある区の都税事務所に申告してください。期限間近になると窓口が大変混雑します。都では早めの申告とともに電子申告 L-TAX を利用するなどで窓口の混雑緩和に協力してほしいと呼びかけています。L-TAX の利用方法などについては L-TAX のホームページをご覧ください。なお申告について不明な点がある場合は、焼却資産がある区の都税事務所の焼却資産班までお問い合わせください。来月アヤキャンサーサバイバーズミーティングがオンライン開催されます。アヤキャンサーサバイバーズミーティングはアヤ世代15歳から39歳までの思春期・若年成人世代のがん経験者が考えた、あや世代がん患者のための交流イベントです。あや世代がん患者の就労や結婚、お金などの社会的課題について、専門家を交えたグループワークや経験者同士のディスカッションが行われます。開催は来月6日日曜日、午後1時から4時まで、Zoom を使ったオンライン形式です。対象は39歳までにがんを経験した本人で、現在高校生から39歳までの人です。参加を希望する方は今月25日火曜日までに申請フォームにアクセスしてお申し込みください。定員は先着40人です。東京都は新型コロナウイルスのオミクロン株の急速拡大に伴う緊急対応として、都民に向けて混雑する場所などへの外出を控えるなど、
感染リスクの高い行動を控えて、あらゆる場面で自ら基本的な感染防止対策を徹底するよう呼びかけています。ここまで東京インフォメーションでした。